昨日、士別市で開かれた国際雪跳ね選手権。4人1組で雪かきをしながらボールを探す競技です。単純な動きに見えますが、実際は体力が問われるもの。新型コロナの影響で2年ぶりの開催となり、市内在住の8チーム32人が参加しました。きついです。でも楽しいです。参加者はいつもは面倒に感じられる雪かきを目いっぱい楽しんでいました。